ノギツアーノギあアーどうも皆さんこんばんは東横名人です、えー、本日も東京某所我が家よりお届けしておりますお相手はいつものより私東横名人と今日も長野からズームでこの方ですえこんばんは坂本ですっえーっとですねずっとずっと毎、まあ、回も毎回言ってるんですけど引っ越しの準備をしてまして お家が変わるわけですようちが変わるんですけど何度ですね<お>次行くところって駐輪場の制限があるんですよ駐輪場の制限がえっと一家に一台までとか一家に1台までしか置けないんですよ今ってなんかあまり規約がなくて、うん、あのケー,ゲーケージみたいなもんがな,いなくて次買って入れてるんですよ結構,、うん、結,構結構カツカツでも斜めに入れたらいいやみたいなうん、うん それが一家に一台だけだから、奥さんの方やっぱ優先してあげんとダメだなっていうところと、あと駅がまあ今よりも全然近くはなるんで、うん、まあいらんちゃいらないんですよ。うん、自転車。じゃあ捨てようかっていうふうにはまあ今判断はしてるんですけど、うん、今までこの生きてきて物心ついてから自分のそばに自転車がないっていうことがまずなかったんですよ。要は、 こっち転勤で大阪から東京に移った時も、うん、まず最初何しに行ったかっていうと、ホームセンターに自転車を買いに行くことから始まりましたからね。<laughs> <laughs> そこからなんですよ。うん、だから自転車がなくなるのが結構不安で不安で仕方がなくて。はいはい。で、とはいえ、共用スペースっていうか、うちの玄関にちょっとだけまあ物置いてもいいような感じの作りなんで、あ そこに置けるもんだったらいいかと思って折りたたみ自転車を買おうかなっていうのを画策してるんですよね。うん。うん。で、とはいえ、折りたたみ自転車ってピンキリじゃないですか。うん。だからそれが1 0 1メートルぐらいに収まってくれたらいいなと思うんだけど、折りたたみ自転車って1メートルにはやっぱ収まらないじゃないですか。あの、折りたたまなければね。まあね。うん、ね。で、世に、なんか折りたたみ自転車っていっぱいあるけど、あれどう見ても、 なんか街中走ってる折りたたみ自転車って折りたたんでないじゃないですか。あいつら。どういうこと走ってる時いや走ってる時折りたたまないけど、駐輪場に止まってる時も、うん、その、何、折りたたみの部分見てたら、なんか錆びついてて、うん、こいつ絶対折りたたんでないなっていう折りたたみ自転車圧倒的に多いでしょ。折りたたみ自転車っていうのは買ってきた日に一回折りたたんだら、うん、あと捨てるまで折りたたまないですよ。 え、何それ襟巻きトカゲが、あんな風にバーってこう、襟巻き広げて歩くの、生涯に2回か3回しかないみたいな感じ、うん、そう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 。<え>かといって別にあの、地震が起きたりとかしたって、別に持ち出さないしね。うん、まあ、持ち出さずにそのまま行くから。じゃあ、折りたたみ自転車って何なのなら。何のためにやるの引っ越し時。いや引っ越しは、引っ越しはそのまま引っ越しセンターの人が、自転車持って行ってくれるでしょうよ。 あと、うん、あの、いや、折り畳み自転車とかあったら、車に乗せてどっか行った時に向こうでポタリングとかできるかなって思ったりもするんですけど、うん、そんなことはしないし、ほ、うんで、そういうあの、一家に一台、駐輪場は一台までみたいなところに決められたら、玄関まであの持って上がって、玄関のところに置いとこうなんて思うんですけど、玄関のところに置いてみたら、意外と幅取るからね、あいつら。そうなんですよ。折り畳みで見たら、幅は2倍になってるやん。そうですよ。かね、だから、他に。<laughs> <laughs> そう、うん。まあまあまあ。こいつ、そうか、こいつら細いと思ったのに、脱がしたら意外と着痩せしてるタイプやな、みたいな感じになってるやん、だから。まあ、よくよく考えたら、容積は変わらないわけですからね。そう。うん、別に、バルキリーみたいになってるわけじゃないからね、あれ。二 <laughs> <laughs> つ、二つに折ってるだけやから。そこ、バルキリーか。だからバルキリーってかっこいいな。うん、そうそう。だからもう自転車言うたってね、あれをもう、何千回も何億回も折りたたんでいたら、月まで届くぐらいの分厚さになるんやから。 ちょっと待って、あの、折り紙の話みたいになってます、今。そう,そうそうそう。<laughs> だから、結局のところ別にあの、折りたたんでるだけで別に実際くなるとは誰も言ってないからね。ああ、やっぱり幻想か、そうなると。そう。でもみんなは折りたたんだら <laughs> 部屋に持って上がれるとか玄関に置けるとかいろいろ想像して、ほんで実際自転車屋さんに行ったらバカでかい自転車の横にわざと置いてあるやん、折りたたび自転車って。クロスバイクの横とかに、マウンテンバイクとかの。そうですね。 そうで、自転車で折りたたんだらあんなに小さかったのに、家持って帰ったら仏壇よりでかいやん、こいつって思うね、みんな。確かに。うん。で、結局、持って上がるのも重いし、あいつら意外と重いから。うん。うん。で、結局、そのままになって、しかも、もともと折りたたみやから、強度低いじゃないですか。うん。うん。なんだらもうなんか、だんだんそこから錆びてきて、錆びてきたら乗らんようになって、チェーンも動かんようになって、あちこちのあの、駐輪場の橋の方にあの、寂しそうに絞れとか、 ルノーとか、ジープとか。そう、ルノーとか。うん、<laughs> そんな、あの、名前だけは立派な錆びた自転車がいっぱい。<laughs> いやいや。あの、それを見てるから、僕折りたたみを本当買っていいのかどうかっていうのすごく今悩んでるんですよ。ダメ。ダメですよね。確かにシボレーとか、ルノーとか、チ、うん、<laughs> ープとか、うん、見るんですよ。車の,のメーカーの名前のついてる折りたたみ自転車は買っちゃダメ。うん ポルシェもあったっけポルシェじゃないか。あったとしてもダメ。ダメよね。ランポルニーも全部ダメです、まあ。そこが作ってるわけじゃないからね。うん。いや、で、まあそういう風なもんも見るし、例えば、あの、なんでしたっけキャプテン・スタークス、あの、キャンプ用品のパール金属ですか鹿番長。うん。もう出してたりするんですよね、あれ。安いの。鹿番長の方がまだまし。かなうん。あれはでも、 つバメ三条で自転車作ってないでしょ鹿番長の名前貸してるんでしょ誰かどっかに。借りるほどの名前じゃないけどね。<laughs> まあまあまあ、借りるほどのもんじゃないけど、まあなかなかいいのかなと僕は思ったりもしましたけど。うん。で、まあいろいろ調べたらやっぱり高い値段のやつ買った方、高いのを買った方がいいかなと思って、確かに、イニシャル G の時代に坂本さんが、うん、まあ昇降系の自転車の話してたなって思い出して、うん。まあさっきも聞いたんですけど、 ダホン、ホンダじゃなくてダホンって言って、まあダホンなんて、あみたいな。2000年代初頭ぐらいは、そう。ちょっと、大昔、あの、名人にあの、ダホンのボードを買ったんですよ、みたいなこと言ったら、<laughs> た何その、ホンダのパチボーンって言って大声で笑われましたけど、うん、実は商工系界では、<laughs> 商工系自転車界では、一流メーカーなんですよ。<laughs> この折りたたみ自転車の機構を作ったと言っても過言ではないメーカーなんですよね。はい、そうそう。で、 うん。意外に走るんですよ。確か、明治にも一回乗ってもらったと思うんですけど。乗ったかな乗りましたよ。茶屋町で。いや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 、銭毛場近くで。銭ケバロ近くで <laughs> ゼニケバロ。あ、そうか。うん。そうや、そや、そうや。なんか乗ったような気がする。そう。で、わ、意外と走りますねって言ってたじゃないですか。うん,うん。うん。で、そのダホンを買おうかなと思って今日。なんでやえなんでやる<え> <laughs> な,んでなんでやる <laughs> いや、<laughs> だから、あの、うん、シボレーとか、ジープとか、ルノーの、うん、あの、寂しそうに駐輪場の片隅で、うん、<laughs> その折りたたみの部分が錆びてる自転車見るのが辛いから、うん、いいのを買ったらちゃんと手入れもするじゃないですか。うん。うん。で、そもそも折りたたってもそんなに折りたためないじゃないですか、そもそもでかいし、重いし。うん。で、マンションが、うん、階段で僕に登っていかんとダメなんですよ、今。新しいところではい、はい だから階段で、周り階段を、自転車を担いで、降りてから展開せんとダメなんですよ。はいはい。って考えると、あんまりこのシボレれとか <laughs>、ルローとか、重いやつって買えないじゃないですか。まあ軽いやつがいいよね。軽いやつがいいよねってなって、ダホンの K3 と言われるやつですよね。これ今画面に映してますけど。結構今評判がいいと言われてるダホンの自転車ですよね。あ、これご存知でした坂本さん。あのー、ツイッターとかで。うん。 うん、たまに見かけますね、これは。で、これも、今週、ちょっとっ会社何回か行ってたんで、まあ、その帰りとか、ちょっと、うん、お店とか寄ったりとかするんですけど、どうしようかな、買おうかな、どうしようかなって言ったら、いやー、決めんなら早く決めてもらわないと、これ2日に1社売れますから、って言ったら、本当売れてて、今日行ったら。うん。本当売れてるわ <laughs>、と思って。で、まあ、そんな仕事早く終わらないんで、日没後に試乗できないんです、うん、やっぱり。試乗させてくれるって言ったけど。 はいはいはい。今日試乗してみたら、やっぱりすごい昇降系のこれって。うん、まあ楽しいですね。やっぱりね。キビキビ動いてくれて。う素人が自転車乗るの一番しんどいのって、こぎ出しじゃないですか。うんうん、意外とね。あの、ロードかおう方が何しようが、こぎ出しが重いんですけど、昇降系のこういうタイプってこぎ出し軽いんですよね。うん、だからあの、乗り始めが楽。楽ですね。で、で、あの、実際あの、 あの、難しいことはよくわかんないですけど、すごい進むんですよ、自転車が。うん,うん。そんなにあの、足回さなくても。うん。まあ、その分、重いんちゃうかを言われればそれまでなんですけど、でもまあ、あの、もともとね、タイヤも軽いし、本体も軽いので、うん。あの、漕ぎ出しが楽なのと、まあ、意外と、あの、スピード感があるっていうか、ちっちゃいからね。あの、体感速度が速いので、スピードも出てるという。そうですね。やっぱハンドルがちょっと不安定かなっていうのも、うん うん、ありましたけどね。立ち漕ぎがこれすごい難しかったですね。いや、立ち漕ぎするって前提ないでしょ。ないですからね、確かに。ないでしょう。うん、立ち漕ぎなんかすんなりやって話だと思いますけど。うん。これがどうかなっていうところで、もう、うん、ある色が欲しくて、こう、まあ、うん、チェーン店だったから、うん、他のチェーン在庫あるかどうか調べてくださいよって言って、うん、まあ、調べて、 取り寄せてもらうっていう話の一歩手前まで進んだんですよ。うん、昨日の夜に、夕方に電話して。うんうん、明日ちょっと、うん、行きますわって言って、一気にで今日、行ったんですよね。うん。死んで,で試乗してなかったら試乗して、あー、なるほどなーって思って、じゃあまあ、打ち金入れようかなっていうところまで行ったんですが、まあ、なんとかロードのお兄さんが、うん、これあの、スタンドってついてるんでしたっけってよく聞いたら、うん。 えと、この試乗車ついてるけど、ついてないんで、まあ4世ぐらいかかりますよ。で、<お>ただこれね、ちょっとモデルチェンジが結構激しくて、この純正のスタンドがないんですって、今。手に入らないっていうか、なんか出してなさそうで。うん、で、サードパーティーのなんか、そのスタンドをやるんだけど、どうも、企画が微妙に、同じ2021年モデルだけど、なんかちょっと変わってるんですって、いろいろ。だから、なんかね、 ペダルに当たるか当たらないかとかで、この、スタンドってこうバネが強いから、ずれてくるんですって、なんか。うん。うん。で、ずれて当たる、干渉するようになるから、ちょっと今メーカーに問い合わせるんですけどねってき聞いた瞬間に僕のカ路ルはスッて聞いて、うん。なんかめんどくさそうやな、これ <laughs> って思って <laughs>。で、よく考えたら、これフレンチバブルじゃんっていうのもあって、まあ、あの、フランス式のバブルで、うん、あれ、これ空気入れるのめんどくさそうやな <laughs>。 なんかすごいネ,ネガティブなことばっかり。足確ぎもできへんしなカゴもないしななんかハンドルの高さも変えられへんしな。フレンチバブルがあかんかったら、ありとあらゆる自転車あかんで。そうなんですよ。僕はね、今までね、これもね、うん、そう、ラジオ終わったぐらいかな。ラジオが一旦、イニシャル時終わってから、うん、趣味ながら自クル、自転車でも買おうかなと思ったんですけど、 何回かしたかなと思うんですけど、なんかそれも断念したっていうのは、うん、なんかギ、ギアに凝りすぎて、ギアが主になっちゃいそうな感じがして、嫌だなと思ったから、買わなかったんですよ。うん、でそこで僕、うん、やってたら、僕としては今、あの、自転車乗りになってた可能性もあるんですけど、ほうほう、ロードに。ロード乗ってたかもしれないですよ。うん、それも、<laughs> フレンチバブルが、パーブルが嫌って言ってるやつが。<laughs> <laughs> そうそうそう。いや、まあ、フレンチバブルぐらい、まあ、別にアダプターあるから、アダプターうちにもありますけど。<laughs> いや、別にアダプターとかそういう問題ではないでしょ、これ <laughs>。<laughs> いやいやで、ダホンのもうちょっと、あの、今の、これ、ケースいいっていうのは14インチだけど、2十一になると、英式バブルで普通のママチャイのバブルと一緒になるみたいなんですけどね。<laughs> っていうか、だからチューブ変えたらええんじゃん。え、まだ金か,かるやん、そんなしたら。いや、どうせいつか変えなあかんやん、自転車のチューブなんか。 ああまあまあまあ、でも高そうですよ、これ、ダホンのパーツって。え、チューブでしょチュー、チューブっていうか、でもバ、バブル変えるイコール、もうタイヤのフレーム、リム変えるみたいな話になるんでしょでも、ならないのかなえ、チュー、チューブについてますよ。あ、そういうことか。うん。ああなるほど、ね。え、だから間違ったチューブを買ってきたら、その間違ったチューブのバブルボになりますよ。あ、なるほど、なるほど。でも、ちょっと待ってください。うん、ダホンってアメリカのメーカーなのに、フレンチバブルっておかしいじゃん。うん、米国式じゃないんだ。 いや、あの、あの、車の右側通行とかそういうもんじゃないから、これは、自転車は。<laughs> 違うの自転車は違う。あの、その、米国式とか英国式とかあるけど、うん、基本的にママチュアは全部英国式ですし、うん、ロードは全部あの、フランス式ですよ。うん。うん。あの、関係ないから別に。で、大体ロードとかほとんど売れ、あの、自転車作ってるの台湾やから。そうね。うん。関係ないよね、別にね。お三方の話だから、ね、かん関係ないからね。うん。じゃあ、日本式があるとか言ったらないからね。日式バブルってあないっすよね。 うん。いやというか、名人ぐらい、うん、エリートサラリーマンは、うん、ダホンみたいな、ダホンみたいなメーカーじゃなくて、モールトン行くんじゃないんですかモールトンとか、プ、プロ、プロなんとかっていうやつね。そう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 。モールトン行きましょう、<純>モールトン。いやいやいや、でも、うん。軽いよ。あのね、うん。ま、この話は絶対この話出てくるんですけど、親からの擦り込みってあるのかもしれないね。 ね、親がモールトン乗ってたか。<laughs> 親がモールトンに殺されたとか。お,おしゃれ、おしゃれな親ですよね。違いますよ。そんな乗るわけないじゃないですか。あのー、僕が中学生ぐらいの時に、マウンテンブー、マウンテンバイクが結構入り出したんですよ。平成、マウンテンバイクって平成なんてからですよね。そうですかね。感じ、うん、としてはね。で、うん、友達が、まあ、 みんな乗り出したんですよ。中1ぐらいになったら。近所の友達とかも、うんうん、中学校のね。うん、で、うん、おい、お前もマウンテンバイク買えやみたいな。まあ、お年玉とか貯めてるから、買えなくはないわけですよ。うん。でも勝手にそんな大きい買い物して親に怒られるから、うん、自転車を買ってもええって聞いたら、うん、え何の自転車、うん、って。もう遊びのための自転車なんて、あれへん。あれへんみたいなこと言われて、うん。買わしてもらえなかったんですよ、マウンテンバイク。 え、どういうことえ自転車でしょ自転車、うん。あそ、え、遊びのためのっていうところが意味がわからないですけど。いや、だから普通にママチャリがあるわけですよ。うん、26インチぐらいの。うん。そんなもん、あんたは、あの、小6の時にちょっと変えたんやんか、最近って。そんな自転車は変え変えなくもったいないみたいな。ああ、ママチャリがあるからあるからね。うんうんうん。そうか。で、まあまあ、当時は、 F1 ブームですから、うん、僕たちも自転車で、こう、近所のですね、こうコースがあるんですよ。いい叱るべき公園のコースが。そこでタイムアタックとかずっとやってたわけですよ、自転車で。マウンデンバイクとかいろんな、うん、いい自転車で <laughs>、うん。まあ、それもすごい楽しかったんですけど、買ってもらえないといか、買わしてもらえないんですよ、お金はあっても。いやー、その、前々からその、明治のその、 家庭の事情っていうのをたまに聞くことがあるんですけど。はいはい。ま俺やったら家で火つけてますよね。<laughs> いやいやいやで、でね。で、これが。自分の、うん、自分の貯めたお小遣いとかお年玉でものを買うんでしょう,、うん、うん。ダメなんですよ。もったいない。自転車にそんな遊びのための自転車に金をかけるとはもったいないみたいな意識があるんですよ。そもそも、うん、自分の小遣いとかお年玉で何、ものを買うときに、 親に相談したことなんて一回もないですよ、俺。まあ多分ね、あの、うん、そんなスペース取らないもんだったらいいけど、うん、買ってきてそれをどこに置くのみたいなもんも多分あったんでしょうね。玄関やろうん、まあ玄関に無理やりね、三台並んでましたけど、うん、うちは。<laughs> まあそういうのもあったり、で、うん、まあそういうのが積み重なって、中1の後半ぐらいまでそういう風う,う,うな感じで、うん、まあとしてたわけですよ。まあ、なバイク欲しいなー、みたいな。 ずっとママチャリで、そいつらと一緒に遊んでたわけですよ。マウンテンバイクのコースみたいな、こう、うち田舎やったんで、造成地とかそういう、なんか、山とかがあったんだよね、近所に。うんうん。で、まあでもあれでしょマウンテンバイクでぶち抜いてたわけでしょ <laughs> まあ、マウンテンバイクじゃないママチャリで、その辺をママチャリで。ママチャリで、全人上げとか、こう、BMX 的なことができるようになるわけですよ。料理人上げとか、ウィービーとか <laughs>。 あ、ママチャリでできるように。うん。テクニックだけや。だから、降臨上げとか、ピッてあれできるじゃないですか。うん。ブレーキもかけずに降臨上げとか、うん、ポ,ンポ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 ンって。うん、テクニックだけ身に着くわけですよ。友達の見てたら。ママチャリゲームははい、はい。はいはいはい。うん。で、そっから、マウンテンバイクに乗って、まあ、大阪のね、金剛山で一番1000メートル級の山があるんですよ、唯一。うん。そこに、マウンテンバイクで行こうぜってなって、誘われるわけですよ。うん ラジオで言ったかもしれないですけど、そこママチャリで行くんですよ、金剛山まで。金剛山まで、ママチャリで、まあ山頂まで登るわけですよ。まあだからそうやって無理やり、なんだろうな、友達に会わせるために、買うこともせずに <laughs>、付き合いで行ってた、みたいないそ。それとあの、モールトンと何の関係が買おうかなと思ったらどっかに、いや、これは実用的の、ではないのでは、みたいな。 これダホンのこんな一連車でコンビニ行って、コンビニ行ってる最中にパクられたりでもしたら、みたいな。いやいやいや、自転車乗りはコンビニ寄らないでしょ。<laughs> そうなのそうなのうん。うん、ずっと気になってたんですけど。みんなあの、あの背中にあの、洋館とかあの、なんとかバーみたいな、突っ込んでるやん、シャツの中に。あー、まあね。 うん。そんな大事な自転車から離れたりとかしたら、もう、清白みたいになってしまいますから。<laughs> そうか、なんかバイクやろうみたいな感じですね。バイク降りたら死んじゃう病みたいな感じなんですよね。うん、そう。ただね、ただね、うんうん、あの、何度役に立つんだって言われると、うん、また自転車って、踏んだ距離だけ進むじゃないですか。お哲学的。うん、でしょうん。あなたがあんだけ悩んで買った時計は時計えー、っとね、うん 二日に一回か三日に一回ぐらいつけてますうん。うん、いや、つけるだけやあれ。<laughs> いや、それ、そこにはあの、あの、トラウマは出てこえへんの。そこはね、意外とね。うん。親の価値観ってね、それ継承されるんですよね。うん、いや、おかしい、おかしいやろ、お前の親。どう考えても自転車の方が役に立つのに、時計は高いの勝ってとか意味わかれ。<う>何あれ、ユダヤ人お前の音、ユダヤ人なの。<laughs> なんか、金属だから貴金属はあの、身につけ時計みたいな。<laughs> いざ,いざという時は売れる,売れるからみた、からみたいなね。<laughs> そうそうそう。全部金を宝石に変えとけみたいな。そういう親。うん、なんかそういう嫌いがあったのかな。いや、なんなのダホンなんか、ダホンなんかいざという時は売れへんやろ、みたいな。いや、ダホン売れますよ。いや、売れるよだから、ダホンも。モールとはもっと売れるよ。ダホンとかその辺をメルカリで見て、見る、うん、見て、いろいろ考えはするんですよ、でもまあ。いや、だからなんでさっきメルカリ見ねんって。ねなんで、なんで、ダメなの見る,見る必要ないやろ。 いやでも、これ防犯登録ってどう、どう切り替えんのかなみたいなね。そうそう。いやだからもう、めんどくさいなぁ。時計。そう、時計ではそういうのが全くなくて、普通に高い時計買,わ買うわけじゃない。高いっしょもん、もうやそこまで高いもんでもないですからね、ロレックスでもダホンだ、ダホンと一緒ぐらいでしょ値段的に言ったらダホンより高いでしょダホンより高いですね。これよりか。でしょ うん、で一生もんやって言いながら、いみんな一生のうち何十本も買うわけじゃないですか。まあな、まあまあまあ、一遍一遍買ってみたらわかあ、こんなものかっていうのはわかるからっていうのは。うん。そうなんすよね。それやったらモールトン買って、モールトン BU つけとけや。釣り <laughs> カー持ったら、うわ、こいつのモールトンええなって、隣の人とかみんなあの、弾いてくれるとき。釣りカーバトルね。<laughs> そうそうそう、うわ、モールトン買ってやがるこいつ、みたいな。自転車もそういうのあるんでしょうね。そう、うわ、すげえ、TSR つけてるで、みたいな。 い,いやあ。そうか、みんな、いやあるよ、か自転車とか,かって。ううん、まあ、あるでしょうね。いや、そろそろ、そろ、パッと、もう、ものすごいスピードで、もう、すれ違ってんのに、うわ、デュラエースつけてた、とか言って、つけてるパーツ見られたりすんねんから。いや、だから、その辺も、なんか、めんどくさいな、と思って。あ、そんなことはない。そんなことは見えない。さすがに、そこまで見いいから。うん。うん、あの、ダホンとかには。まあまあ、なんか、うん、だから、これ、女の子に結構今ね、こういう、 プロンプトンかななんかそういうやつって。うんうん、女の子はすごい、あの、えっ、ー、と、折りたたみ自転車始めました、みたいなね。あの、漫画が出てるんですよね。コラム漫画がね。はい,はいはい。女の子が、あの、ポダリングして、省力をしていく、みたいな。うん、僕見て。うう最、近の女の子はスーパーカーブにも乗らなあかんわ。大変ですね。<laughs> いや、モールとばっかりないですよ。 ゆ,ゆるキャンでもなんかダホンとか出てきてたんですかなんかそれっぽいのが。自転車出てきてましたよね。あんなどこに自転車で行くの昇降系の。いや、どこに行ったかはあそこまで知らんねんけど。まあ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 、ふもとっぱらじゃないよね。うん、あの、富士吉だからあれ、あの、あの坂、え、あの、あ,あの、カインズとかの坂登っていくわけですか富士 <laughs> 吉田の。めっちゃ大変ですよ。うん、ただまあ、あの、あえっ、ー、とー、 さっき言ってたあの、モールトンって基本的に折りたたみではないじゃないですかね。うん。うん。で、プロンプトンはもう完全なもう折りたたみなので。いや、今日も来ててめっちゃこだわってるおっさんいて、めっちゃこれに金かけてんねやろなと思ったらちょっと背筋が凍りましたね。もう昔からなんかこの、えっと、BD1 って言うんですか、うん、?BD の1って書いて、BD1 とかいうやつ。やったらなんかあの、もう、 パーツから何からこだわってるお茶いますよね。うん、なんかもう、手作りなんでしょあれって。ワンオフっていうか。うなんかもう、ほんで、これに出会って人生変わりました、みたいな。うん、なんかえらいペラ,ペラペラの人生やなって思うんやけど。いやいや、いや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 。でもなんかめ、めんどくさそうな感じでしたけどね。すごいこだわりで。なんかね、いや、いいんですよ。<laughs> あの、何で人生変えようと。<laughs> でもなんか、 もうこれに乗ってるおっちゃんと、うん、あの昔からあの SR400 に乗ってるおっちゃんって苦手なんですよね。こだわりが強すぎて <laughs>。そうそう。<laughs> 確かにそういうのありますよね。うん。あ<ー>まあでも、いい、あの、いい自転車だと思いますよ、これ。うん。いや、で結局ダホンのもうちょっと廉価版っていうか、これ14インチなんですけど、20インチのやつで、ルートっていう5万円ぐらいのやつがあるんですよ。うん うんうん、それにしようかどうかって言って、一旦だからその、うん、ね、そのチェーン店のやつで、もうちょっとどこどこの店舗からこれ、この色を取り寄せるって話して、ごめん、ちょっと悪いけどもう一回考えるわ、ごめんねって言って、断りを入れて、うん、で、百貨店に行ったんですよ。うん、百貨店にもどうも最近自転車売り場があるらしいっていうので。うん、はいはいはい。で、百貨店に行くとダホンと、えっ、ー、と、ターンかな、うん、の正規代理店みたいなものがあって、 うん。それを見てたら、この、ダホンのルートっていう、連価版がボンって何台も並んでるんですよ。はいはいはい。ほんなら、これい、いっちゃダメなのかな、うん、なんか、調整中って書いてあって、なんか、札がかかってあって、うん、商談中ってのが取り置きなのかなと思って。うん。すごいですね。こんだけ取り置きやるんですね。<laughs> ほとんど今在庫ないんですかって聞いたら、いや、これ取り置きじゃなくて調整中なんです。うん。で、どうも、 なんか、コロナ禍かなんかでわかんないけど、どうも品質にばらつきがあって、なんかね、チェーンの音がすごい悪いんですって。じじじじじみたいな。うん。だからまあ、百貨店に入ってるようなところだから、そんなもんちょっと売るのもまずいから、ちょっと今代理店と交渉して、あの、取り寄せるところなんですみたいなこと言ってて、うん、<laughs> ダホンってまずいのかな、みたいな。いやまあ、普通の自転車はさんは、まあ、基本的に調整しますからね、全部。 うん。だからまあ、それは別に、いいんじゃないですか。うん。うん。って考えて、結局、うんうん、買おうかなと思って、うチキンぐらいの金は用意しといてたんですけど。ボードウォークはダメなのあー、あの、ちょっと、黒森のあれですかね、鉄製のやつですね。うん。あのー、なかなか乗りやすかったですけどね、昔のボードウォークは。うん、まあ今はも、 結構やボード多く、お値段はまあ同じぐらいだと思いますけど。うん、いや、見ました、うん、見ました、それも。別にね、あの折り畳たたみの、しかも初号機で、黒彫りのしなりがとか言うつもりはないんですけど、うんあの、なかなか乗りやすくていい自転車だと思いますよ。うん、まあどんだけ乗るかやってことですけどね、要は。いや、だから、そんなに駅に近いし、コンビニも5分、うん、3分か5分ぐらい歩いたら行けるとこだし。 それは折りたたみをね、<う>折りたたむのがめんどくさいよ。でしょうん。でも、なんかね、折りたたんでいろいろやって、このチェーンを巻きつけてる間と、ちょっと早足で行き着くぐらいの時間って考えたら、うん、多分ひょっとしたら、歩いた方が早いかもしれなな <laughs>、っていうのあって。っていうかね、100%歩くよ。うん。た、もうダホンってよくできてるんですけど、うん、やっぱりあのー、 そのフレームを折りたたんで、ほんで、あの、ハンドルを折らないといけないじゃないですか。そうですね。あれがね、ほんとめんどくさい。うん。俺、あの、あれ買った時、あの、最初にダホン買った時は、あの、会社のお昼休み使うつもりで買ったんですよね。ああ。ご飯食べに行くのに。はいはいはい。ちょっと遠出して美味しいもの食べに行こうって。そうそうそう。でもあの、うん、会社の入ってたところって駐輪場がなかったんで。ああ<ー>。だからベランダに置いてたんですよ、会社の。はいはいはい。 超めんどくさかった。それを持って出て、組み立てて、飯食いに行って帰ってきて、それをまた、あの、折りたたんで、ベランダに持っていく労力を考えたら、近くのマクドナルドでいいかって思いました。<laughs> 基本的にはやっぱりこれ、ポダリングっていうか、臨行する人のものって考えた方がいいんですよね。うん、それに近いですよね。あの、車に乗せて、旅先で乗るとか、うん。ほらほら、坂本さん、だから僕、ラザーウォーク行くときに塩崎駅から。うん うん。ラサオークまで結構10分ぐらい歩くんですよ。でもその間ずっとは、シナノの中でこいつの面倒見なあかんのですよ。パクられへんかな。パクられへん<う>かな。<笑><笑>新宿とかああいう駅とかでこれ持って、うん、階段登らなあかんのですよ。でも全然その K3 は軽いから。いや、俺がね、うん、階段歩いたりとかしてると、だんだん重たくなるんですよ、こいつ。こんなけじじいみたいに。あ、もう乾きなくなった。でしょ <laughs> もうええわ。もうええわ。もうあの、しぼれ、かーぼれとか、鹿番長のやつ買おうかな。うん、<laughs> モールトにしときって。いやいや、だから、<laughs> モールトは折りたたえないでしょ。いや、だから折りたたむの前提やったらやめときって。そういうことなんですね。うん。うん。で、車持ってんねやったらいいよ。まあね。車なんか入れちゃえばいいからね。 そう。うん、で、あの、旅先とか、どっか行った時に自転車出してって言うんだったら、それは楽しいと思いますよ。スワーまで来てスワー一周するとかね、自転車で。だからこれもね、多分夫婦で、うん。同じ趣味を持って、ポダリングでこう、うん、近場まで行って、ぐるぐる回っていこうよ、みたいな感じだったらいいけど、楽しいね。そんな素敵な夫婦じゃないですから、一人で何あんただけ楽しんでんのみたいなこと言われそうじゃないですか。だからモールトン2つ買えばいいやん。え、だから <laughs>。 だから、そんな趣味はないですから。ああいう人だって、うん、じゃあ一緒に乗ろうよって言ったら、いや、めんどくさいからって言うやん、必ず。一人、一人で楽しんでいいわねとか言った後に、<laughs> じゃあ一緒にって言ったら、いや。そういうんじゃないしって言うよね。<laughs> そうそう、どういうこといやー、わかんない。だから僕、会社のね、上司でね、自転車乗ってる人いるんですけど、うん。奥さんと娘にも自転車をちゃんと啓蒙して、家族で、三人で、うん、 労働レーサーになってる人たちはすごい偉いなと思って。偉いなあ大したもんだなあってき。きっと奥さんもいい人なんですよ。奥さんいい人ですよね。そう。多分あの、若い頃に、あの、うん、今日どこ行って、どこ行きたい言ったらどこでもって言って、じゃあここ言ったらそんな気分じゃないみたいな、そういう女じゃないんですよ、きっと。自分から提案もするし、うん、どこだ、どこでも楽しいよって言ってくれる。そうそう。人なんでしょうね。うんそうそう うん。どこでもええ言うたくせにあの文句の多い女とかそういうタイプではないと思う、きっと。うん。でもまあ、名人の奥さんがそういうタイプって言ってるわけではないけどね。<laughs> いや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 、まあまあ、でも、ああ、しんどい。コンビニ入りたいトイレ行きたいって。いや。奥さんうん。まあ多分トイレの問題があるから、<laughs> まあ二人で行くやったらいいんでしょうね。うん、うんうん。あんたちょっと自転車見といてって言われるから。まあそんな体力もないしね。でもまあ、 基本的に、そういう人のためのもんですよ、うん、この小光景っていうか実際自転車は。本気で走りたいわけじゃないから。それはわかります、うん。本当にあのポタリングっていうか、うん、のんびりと美味しいもん食べ歩いたり、あの、どっか行ったりとか、せいぜいそんな、ね、午前中だけで100キロ行きましたみたいな、そんな自転車じゃないじゃないですか。ほらでもいざとなったら極端なことできるわけじゃないですか。うん、あの、いや、もう帰りタクシーで。うん <laughs> うん、そ,うそ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 う。<laughs> びっくりするぐらいのようなタクシーの距離を、で、変えることもできるわけじゃないですか。うん。うん。ま、そこま、まあ、そ、そ、そこまですんねやったら、もうあの、スワとか松本来た時のレンタサイクルでええやんって話やねんけど。そうですよね。わざわざ重たいもんやらんでも、うん。うん。うん、っていうかね、それだったら、うん。バイク買いましょうよ。あー、まあね。うん。あの、うん。 まあ、確かに、あの、その、先ほど言った、その、プロンポトンジジイとか、うん、そういう、あのタ親父、タンキトンオヤタンキトンオヤジみたいな、そういうのにちょっと、片足入っちゃうかもしれないですけど、うん、ハンターカブ言っときましょう。<laughs> ハンターカブね。ハンターカブうーんそうなるとね、<今>駐輪場じゃなくて、バイクのね、うん、場所を探さないと <laughs> なんですよ。え、ないの近所にね、自転車で、 に、五こ、こうんこいくら取られたかな ?3,500 円ぐらいなんか出てましたね。3,500円の価値はありますよ、ハンターカーブ。まあね。うん。あれやったら、うん、もうあの、電車乗らなくても、ホモトっぱらか、来れますよ。まあね。いや頑張ればラザーウォークまで。<laughs> だから、もう全部基準はね、一人で活動することになるじゃないですか。うん 二台買いましょうよ、ハンター株。ブ。やいや、お嫁さん免許ないからね。え、そうなのそうなんですよ。そうか。ハンター株は楽しいらしいですよ。うん,うん。うん。いましたけどね、確かに株でずっと、あの、キャンプ、行ってるやつ見ましたけどね。うん。ああそっか、折りたたみはやめた方がいいのか。逆にあの、キックボードみたいなやつで、あの、電動ボードみたいなやつあるわけじゃないですか。<laughs> あの、板のやつね。 セグウェイの <laughs>。そうそう。そう、うん、セグウェイの、あの、なんかちょっとこれ、う向法的に今どうなのみたいな。はい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 。あ、あれの方が良くないまあね。うん。うん。あれちゃんと、免許も持って、ナンバーも取って、ヘルメット被って、うん、まあ歩いた方がいいよね。<laughs> だから、だから、そうなんですよ。息、息そこまで遠くないから、じゃあ多分、ダホンも頑張れば、僕多分、1分半ぐらいで、 収納を折りたためるぐらいの自信はあるんですけど、頑張ったら。お、なんかあの、レッドブルーの中クルーみたいになってきたね。<laughs> とか。できそうな気はするんですけど。うん。でもやっぱりな、実用的じゃないなっていうのと、やっぱりその、親の教えというか、擦り込みがあって。もう、こんな歳になっても。なってもね、あの、いやね、どこをやってね。<laughs> うん、こら。 遊びのための自転車なんか、みたいな。<laughs> そうそう。実用車じゃないだろ、これは、みたいな。いや実用車やろ、これ。おかしいな。実用車の,のはずなんだけど。うん。でも今日確かに、あの、プロンプトンのお,おっさんとか見たら、うん。何これみたいな感じでした <laughs> <laughs> あの人は、あの人はで人生楽しんでるからいいんですよ。<laughs> うん。まあ、一回一回ね。 そこの、うん、まあ、プロンプトンのその本気のおっさんのやつからして十分の一も金かからんわけだから、うん。一回やったら、こんなものなのか、ロードはとか、まあ、機械式の時計そこそこのやつ買って、うん、あ、こういう世界なのねっていうのを理解するために、買ってみるっていうのもありなのかもしれない。確かに。まあ、まあ言うても名人からすりゃね、 まああの、乗らんようになっても別にそこまで後悔するほどの値段でもないですし。まあ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 なんかあと打ったらいいやって思いますからね。だって、本気でロードやってる人からしたら、ダホンの値段なんて自転車ちゃうできっと、まあ。パーツみたいなもんですよ、多分。うん。だって10万円以下は自転車じゃないもん。うん。うん。だからそう考えるとまあ別にそんなに高い趣味でもないですから。うん。ダホンの折りたたみなんか。まあでももったいない。試し <laughs> ねえまあ嫁さんにも言われましたけどね。 なんてやめときなよって。5万ぐらいでいいじゃんって。あ、5万、五万でもいいんだ、みたいな。いやいや、あの、あのね、うん、無駄になるんやったら、5万より8万買っといた方が絶対いいです。そうですよね。5万って、売れもせえへんし、ただのゴミになるよ。うん、限りなく。 もう、限りなく、あの、駐輪場の片隅にある、サイクルベーの折りたたみになるんですねいや、もちろん、あのね、あの、鹿番長とか安い折りたたみ1万円台でいっぱいアマゾン行きあるんですけどあ。サイクルベース朝日のやつもありますからね。プライベート。いや、あんな本当に半年ぐらいでゴミになるから。うん。うん。それやったら8万円のダフもンを買っといた方がいいと思います。ね。うん。それこそ、あの、まあ、売るの前提はちょっと、 あれですけど、でも、あ、これあかんなと思って、1ヶ月か2ヶ月ぐらいで、売ってしまえば、そこまでね。傷口はね。<laughs> うん。広がらないし。乗るのあの、レンタル、レンタルしたと思ったら安いから。あ、そういう考え方ね。そう、1日3000でレンタルしたらと思えばね。だってレンタサイクル行ってダホン借りようと思ったらそんなもんですよ。そうですよね。うん。クロンポトとかモールとなったらもっと高いよ。うーん。うん。 だからそう考えると、あの、1ヶ月ぐらいで、たとえ半分以下になったとしても安いじゃん。まあそういう考えになるかどうか。まあでも、ねえ、秋口とかになったらちょっと一人でね、うん、プラ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 、うん、ねえ、川べりとかいろいろとこ行ったらいいのかなと思うけど、また一人で行くのかお前は、みたいな。でも奥さん自転車乗れないんでしょえ、自転車乗りますけど、普通に。あ、乗んのかよ。<laughs> いやいや、え、おおい,やいや、んどういうことどういうこと乗れん、乗れんの 自転車って普通のまマチゃりで乗りますん。あ、乗れるんだ。たまに自転車乗られへん女の頃からさ。うん、あ,あそういうのではないですよ。うん。うん。車の免許持ってないだけで。うん,ん。まあ、うん、でも、あのー、本当にあのー、もしかすると本当にあのー、うん、買ってみたら、その、日曜日のたんびにあの、ポタリングに出かけるようになるかもわかんないし、ね。いや、それもね、うん、友達いたらなんか楽しそうやなと思うんですけど、一人、一<う>人好きなんですけど、 なんか、あんまりこう一人でずっと出歩いてると、今日もそうだったんですけど、一人ずっとブロ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 回ってたんですけど、うん。罪悪感感じることが多くて、<laughs> 俺一人でこの遊んでていいのかな、みたいな。奥さんほっといて。ほっといて。そこはね、うん。いや、どうせだったら一緒に行きたいじゃないですか。で,うん、でも、そう、いや、そういうんじゃないからって言われるわけでしょ <laughs> いや、それ奥さんの言うことやから俺分かれへんけど、分かれへんけど、<laughs> ただ、あの、確かにあの、近くのコンビニ行くのに、ダホン買ってとか考え始めると、役に立てるのめんどくさいとかいろいろ考え始めるんですけど、ただ、自転車があると行動範囲は間違いなく広くなるんですよですくく。そうなんですよ、そうなんですよ。だから、今まで行け、行けなかった図書館行ったりとか、今まで行けなかったカフェに行けたりとかするんで、だから、そういう使い方もちゃんと、あの、想定してるんであれば、もう絶対ダホン買うべきですよ。ね。 うん、だから僕、今までの人生の中で自転車がないことの不安っていうのはそれなんですよ。行動範囲が広がらないし、うん、新しい都市に行ったところで、開拓できないじゃないですか、新しい。その車で行けないところにねで。で、車買ったら行動範囲広くなるかっていうと、うん、これ逆で、あの、行動範囲狭くなります。うん。決まり切ったとこしか行かないっていうね、うん。そう。あのね、駐車場のあるとこしか行けなくなるから、うん、うん。結局あの、その近くのあの駐車場のないカフェとか、 そういうとこには行かなくなるじゃないですか。うん。だから自転車っていうのは車とは別の行動範囲の広さがあるので、やっぱ自転車はやっぱりで持っといてほしいんですよね。なるほどね。絶対にね。で、ね、奥さんがいるんだったら二台。二台か。二台がめんどくさいんやったらタンデム。タンデム <laughs> これ絶対ラフォンのこれ、昇降計危ないですよ、嫁さんとか乗せたら。嫁さんに乗ったら、うん、乗っけさせたら、怖いって一人ですうん。怖いって言うと思う。 奥さんには折りたたみはダメですよ。そうでしょうね、これ。な奥さんはモール、うん、モールと。いや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 どん,どん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 。金の問題が趣味のものにそんな。<laughs> じゃあ、プロンプト。<laughs> プロンプト。いや、高いって。いやいやいや、奥さんもしかしたら人生観変わるかもわからない。プロンプト。人生絶対変わんないですよ、こんなんで。 ものすごくバチバチに決め始めるかもわかんんや、うん、まあ、それはそれで嬉しいけどね、そうなってくれたら。うん。うん。なんかあの、ツイッターでもなんか毎日のように、なんかポタリングと写真とか上げ、上げ始めるかもわかんうんよ。カつくな、それは。<laughs> それでね。<laughs> ああ、まあでもね、みんな、皆さん、うん、あの、今日もそういうね、あの、自転車さん行ってたら女の人多いですね、本当にね、今時ね。 やっぱ自転車、やっぱコロナでね、やっぱりその電車に乗るのもちょっとあの躊躇するような時もあったりとかしたんで、そうみんな自転車で、いろんなとこ行くようになったっていうのもあるんでしょうけど、やっぱ最近ちょっと自転車走りやすい道が多くなってきましたよ。うんうん、昔より。で、あの駐輪場も昔に比べるとだいぶとね、あの増えてきましたし、なんか今自転車に向いてますし、で、あの、 今の諏訪湖もね、うん、今まで諏訪湖の周りってあのジョーギングコースはあったんですけど、うん、自転車コースってなかったんですよ。うん、で、そのジョーギングコースの横に今自転車コースを作ってるんですよ、うん、諏訪湖って。<ー>で、あの諏訪湖一周自転車でできるように、まあ今でももちろんあのね、車の通ってる道路を使えば回れるんですけど、うん、あのちゃんとあの安全な自転車コースっていうのも作ってるんで、特にあのー、 あの、ダホンとかプロンポトとか何でもいいんですけど、自転車持ってきて、あの、走り、走ってくれると、その、すごいいい道がいっぱいあるんですよ。まあもう、ーナスライムと、ありますし。なるほど。え。ね、まあでもそう考えると、本当実用車っていうふうに思って買っちゃダメですね。そうそうそう。ああ<ー>。普段使うっていうことを考えると、もう気が重くなるんで。うん。日割りで考えたらいいのか、売ること考えて。 <laughs> いや俺売ることは <laughs>、売ることはいいやん、別に。ね<え>でもね、うん、あの、多分、一回乗ってくれたらわかりますけど、あの、特にダホンクラスから上の自転車になると、乗るだけで楽しいですよ。うん、それはね、今日史上10分くらいしただけで、感じましたね、うん。もうママチャリとはやっぱり世界が違いますからなんか吸い付くように加速するのがすごい気持ちいいなっていうのは。そう,そうそうそう。危ないなと思いましたけど <laughs>。 ちょっと世界が広があるでしょう,うん。だから、あの、全然、あの、言ったら別にあの目的なくても乗るだけでも楽しいですからね。なるほどね。いい<ん>自転車を買えば。自転車、そんな自転車なんか必要ない。<laughs> <laughs> 頭の中に、親の教えが <laughs>。ほんま、ねえ。ね本当に、どうかしますよね。ね本当に、 いや、俺やったら家に火つけてますよ。いやいや何回も言わんでいいね。ひ <laughs> ど <laughs> い親やなっていう。いやいやいや、まあまあ、でもね、まあ、そういう考え方の人もいるわけですよ。うん、だから、自転車やったらあるからいらんやろっていう、それ、名人やからまだ絵で、うん。女の子やったらどうすんの <laughs> いや、女の子やったら。 え、自転、自転車、ああ女の子自転車じゃないでしょね。な、な、なんでうね。いや、だから、あの、服欲しいって言ったら、スカートやったら持ってるやろ、みたいなこと言うんでしょ。いや、それは多分言わないと思いますよ <laughs>。ひどい親やな。いや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 ,いやそうやって育てられたんですよ。<laughs> いや、よう、こんなまっすぐ育ったなっていう。まっすぐ育てないと思いますけどね。<laughs> うん。<laughs> はい、いやいやいや、<laughs> 本当に。あの、うん、まあ、もう、変えるんだから、 いやいや、もう買ってください結構無理してますよ。いろいろ家財道具買ってるから。いやいやいや、本の自転車買うのに別に無理しないでしょ。いや,いや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 。え、まさかゲップゲップでは買いません。そんなものもったいない。<laughs> でしょでしょ、うん、うん、買いましょうよ。もう、もう経済回しましょうよ。うん、なるほどね。ただですね、買うもんない、買うもんないってラジオで散々言っといて、自転車買うのに、ね、こんだけ、ね、引っ越しするとなるとね、あれも欲しい、これも欲しいってなってるんですよ。 やっぱり。あ、物、物入りやからね。物入りですよ。もう今もう、一番買ってよかったなと思うのは、外部モニターですね、出る、うん、の。ほうほう。27. 点何インチ買いましたよ。うん。世界変わりますよ、やっぱり。なんでだって、めっちゃ仕事しやすいですよ。え、<laughs> <laughs> 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 それモニターがでかいだけやろ。<laughs> モニターでかくて、まあ、何がいいかって、やっぱりあれですよね、うん、人のスケジュールがバーンって一覧で見れるとか、すごい気持ちいいですね。 いやだからそれモニターがでかいからやろ。<laughs> コックピット願望が満たされるみたいな。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの、それについてはもっと早く買っとけっていう話。まあまあ、場所がなかったっていうのもあるんでね。ああ、もちろんね、うんうん。やっぱりね、モニターの広さは机の広さですから、<laughs> これは。本当 <laughs> そ,そうですね。そうひ。もう広けれ広いほどいいです。うん。うん。まあもうちょっと悩、ね、みます。<laughs> はい。まあ、あの、買ってくださいとしか言いようがないですけど。いいですよね。 うん、はい。まあ、聞いてる人、まあでも自転車結構好きな人、ラジオを聞いてる人多かったような気がするんで、<laughs> って鼻で笑えるけど、まあ、フレンチバブルのことであいつなんか悩んでやがるよケみたいな。<laughs> いや、まあ、ああの、フレンチバブル、確かにめんどくさいんですけど、うん、空気抜けにくいんで、うんうん、まあ、いいとこもいっぱいありますよ。なるほど。わかりました。じゃあ僕もフレンチバブルで、あの、ちゃんとしぽしポと空気が入れるように、うん。 なるように頑張りたいなと思いますはいはい、はい、それでは皆さんおやすみなさいさよならさよなら